どうも、マーセの梅村です。だいぶ寒くなってきて、ニットが1枚で着れる季節になってきました。そういうこの時期に紹介するのが1枚で着れるニット、ジョン・メイソン・スミスのファイルモップクルーネックニットです。ジョンって結構1枚で着れるニットっていうのをすごい強くて、ニット自体がめちゃめちゃ、今ニットとかカーディガンとか結構強いんですけど、僕が着てるニットも過去のジョンのニットです。こういう特徴的なニットの作りっていうのがジョン・メイソン・スミスめちゃめちゃ強くて、それこそなんか今僕が着てるやつみたいにディテールが凝ってるやつだったり、生地そのものが特徴的なものだったりとか、結構いろんな様々な作り方で毎シーズン特徴的な強いニットを出してくれます。その中でも今年の秋冬一番目立ってたニットがこいつです。まあ早速着ながらいろいろ紹介していこうかなと思います。ファッションに関する動画を上げていきますので、参考になったなとかスタイル気になるなっていう方はチャンネル登録して他の動画もチェックしてみてください。それでは着ていきたいと思います。着てみました。実際着るとこんな感じです。ハンギングにしてる感じだと分かりづらいですけど、実際着ると、まあ、かなり身幅も大きくてアームホールも緩くてゆったりとした見え方です。着てみるとめちゃめちゃかっこよくて、意外と皆さんですね、スルーしがちなんですけど、こういうの形が、まあ、なんでだってベーシックなクルーネックのニットなんでスルーしちゃうんですけど、実際は立ち止まって見てほしいですね。この質感、このニットの雰囲気で、こういう風に毛羽立ってるんでかなりチクチクするのかなっていう雰囲気もあるんですけど、実際はですよ、全然そんなことないです。見た目以上に肌当たりはかなりいいです。首元とかも結構詰まってるんですけど全くチクチクしないです。でこの特徴的なこの見た目っていうのは、この3ゲージっていう結構ローゲージなんですよね。国内の工場ではなかなか編めるところが少ないらしくて、コストがかなりかかる作りでしてます。でさらにその折る時の針を2本ずらしてムラがあるような感じにしてるんですよね。どっちかっていうと手編みに近いような温かみのある風合いにしてます。でさらにそこから加工を施して、こういう毛羽立たせるこういう加工を施しております。結構シンプルに見えるんですけど、かなり手間のかかったニットです。ちょっと実際、まあ、この上にいろいろ着ていこうかなと思います。まず着てみたのがウェルダーのノーカラーブルゾンです。結構ニット自体がかなり存在感があるので、上はクリーンな感じのブルゾンで合わせてみました。結構上はもうほんとシンプルなブルゾンで合わせるだけで、インナーがもう主役を、こいつ、このニット自体が主役になるんで、他はさらっと合わせるぐらいの方が、まあ、スタイリングはしやすいと思います。こういう感じです。結構ジョンのニットってもうこれだけボリュームだったりとかもあるんで、着る上着はアウターは結構選ぶと思いますね。でも最近のブルゾンは、まあ最初にも言ったんですけど、結構ゆったりめが多いんでかなり着やすいですね。どれもブルゾンの合わせはこんな感じです。で続いて合わせるのがこちらネームのチェスターコート。やはり合わせたくなるのはもう定番のアイテムですよね。さらっとしたコートとニットの合わせ、結構どちらも着るようなスタイリングにしております。さっきも言ったんですけど、こっちがかなりニットが存在感あるんで、上はシンプルにしてください。これだけでかっこよく見えます。パンツはスラックスだったりデニムだったり何でもいいんで、アイテム自体はそんなに難しいアイテムじゃないので、こう普通のニットと思ってもらって大丈夫です。なのでこのニットは意外とジョン同士の合わせもかっこいいんですけど、ネームとかウェルダーだったり、それこそインストラメンタルの三原康弘だったり、シンプルなアイテムだったりナチュラルなラインナップを出してるアイテムと非常に相性がいいです。かなりうちの中でもひときわ存在感があるジョン・メイソン・スミスのニットの紹介でした。店頭にニットのバリエーション今めちゃめちゃ多いんで、実際店頭で試していただいたりとか他の動画を見てスタイリングの参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。